必死のパンチ。バレンタインが終わったばっかりですけれども、はい、早速パッチの2人が私にお返しを持ってきてくれたそうで、お返しを持ってきました。嬉しいわ。今日はこんな企画です。はい、ゆうこにあげたいお菓子の丸しげ。はい、そうでございます。丸しげに特化してみました、うん。まあ、関西のお菓子屋さんといえば丸しげですね、うん。関西各地に店舗がある庶民のお菓子の専門店です、うん。で、今日は逆お菓子ということで、私に食べてもらいたいというお菓子を予算1000円以内だったのかな、はい、3つ買ってきてくれました、はい。で、私にプレゼンをしてもらいまして、勝者を決めます、うん。お菓子チャンピオンを決めますので、うん。今日はね、もうすでに準備に入っています吉本くんからプレゼンをお願いしましょうか。あ、聞いたことある。この音、あ、なんか懐かしいな。ピーピー言ってる。はい、僕が紹介したいのはこの笛ラムネです。懐かしい。遊んだね、これ昔ね。なんか本当にちっちゃい時、幼稚園の時ぐらいの、うん、にちょっと吹いてた記憶があるなって。せやな、うん、これこれ食べずにずっと吹いてたよな。そう、うん、なんか遊んでた記憶あるんですよ、うん。これをこのね、いい大人になった私に吹いていただきたいなと思って持ってきましたよ。なるほどね。これはいくらぐらいやったんやろ。フエラムネについてるこのちっちゃいおもちゃ、なんかおまけみたいな。これも楽しかった。これもね、ちょっと開けてみましょうか、うん、ね。この消しゴムぐらいのサイズの箱に。何やこれは。何それ。まあ、なんかチーズが出てきた、なんこれ。なんかあのちっちゃなフィギュア、怪獣みたいなね、うんうん。なんやこれ。いいね、これ嬉しいね、うん。フィギュア、うん、これがね、楽しかったんだわ。ありがとう。はい、まずはこれですよ、はい、ラムネ。じゃあ中山くん、はい、なんか、ね、カラフルなお菓子が並んでるね。そうですね、まあいろいろ悩んだんですけど、この野菜とフルーツ作っちゃお八百屋さんっていう。おうおう、作るの。だからねるねるねるね的な、作って遊ぼうみたいな。自分で作るやつ、これ楽しい。これ、なんかそのお野菜の形にいろいろなんかソフトキャンディーを入れて、むぎゅっとするんだ。むぎゅっと入れてかたどって、あ、カラフルな緑と黄色とピンクのなんかお菓子が出てきました、うん。あ、ソフトキャンディー、 それを肩にギュッギュッと押し込めるのね、うん。やってほしいな、やってほしい、やってほしい。これ楽しいね、かわいらしい、かわいらしい、はい。じゃあもう一回吉本さん。いや、僕はこの中野の都昆布ですね。鉄板よ、美味しいよ、ね、うん。これもうどこに行ってもあったでしょ、ちっちゃい時、うんうん。もう今これ逆に見るのなかなか珍しいなって思うんですけど。そうかな、うん。いや、コンビニの駄菓子コーナーとかにちょこっとあるかな、うんうん、ぐらいですけど、これをね、ゆうこさんにあのしゃぶしゃぶしてしゃぶ、これね、ちょっとネバネバして。そう、ネバネバもするんですか、これはね。これをしゃぶしゃぶしてネバネバしていただきたいなっていう。美味しそうやわ、ね、うん。持ってきました、ありがとう、はい。これもいい ね、 いいですね。そして中山くん、2つ目。はい、僕もゆうこさんと遊びたいなと思って。一つハズレが入ってる、なんか一つだけ酸っぱいやつが入ってる、あの、いいよいいよ、そのまんまグレープとそのまんまコーラですね。なんと僕も用意してました。かぶりました、かぶりました。てきた、しかもあの意図的なのも一緒、一緒にゲームしたいなって。ゆこさんと遊びたいな。そう、いいね、ね、楽しい。3分の1で負けですからね、うん。これ後でちょっとやって、後でやってまだまだあるよ。それでまあ懐かしのこの亀田のカレーせんべい、カレーせんべい容器入ってんのよ。いや、このねカレーの匂い、うん、たまらんですわ、うん。スパイシーでね、大人になってもね、うん、お酒に合うんですよこれ。はあ、そうなん。そうか、やったことないな。お酒のそのあてとして、うん、あのカレーせんべいがめちゃくちゃ合うんですよ、うんうん。僕もねよくビール飲みながらこれ食べたりとかするんですけど、へえ。いや、これもぜひプレゼント。それから、はい、僕はもうこれとっておきです。これは丸重さん、丸重オリジナルのお菓子ですね。何やろ。その名もやんちゃ棒。やんちゃ棒
もいいネーミングつけましたね、マルティさん。あの棒ね、奇変の棒ね。そうです、やんちゃ棒。やんちゃ棒。悪い顔したよ。一回聞かせてもらっていいですか、ゆうこさん。やんちゃ棒。うわいありがとうございます。どんな、なんかね、美味しさと原料にこだわった人に優しいやんちゃ棒っていう説明が聞いて、ね、まあ、お米 100% 使って海鮮マヨネーズ味ってことですね。ゆうこさんにやんちゃ棒を握ってもらいながら宮古昆布をしゃぶしゃぶしてどっちも魅力的やこれ難しいね、ね、うん、あ、ね、食べて決めます、食べて持って決めます、うん、食べて持って決めます。みんなで宮古昆布食べようか。1枚ずつね。宮古昆布ってどんな味だったっけな、うん、いやもうこのね、これね、あのネバネバするよ、粉がね、うーん、あ、酸っぱい感じのこのネバネバする感じ、酸っぱ、あいつまでもしゃぶってたいわ。乗ってきましたね、ゆうこさん。普通に感想言ってるだけ。思いますか、いつまでも。うん、じゃあね、どうしよう、ゲームする、うん、そのまんまグレープ、うんうん、そのまんまグレープする、うん、ゲームします、どうか、うん、オッケー、うん、3人に1つ外れがあるのね。そう、めっちゃ酸っぱいやつが1個だけあります、はい、3つ出てきましたよ、この、はい、ラム、何これ、飴、いや、ガム、ガム、風船ガム、風船ガムか、うん、懐かしいなこれ。じゃあ私から選ぼうかな、うん、真ん中行こうかな、はいはい、はい、せーのでしょ、せーのでね、はい、誰か当たるか、はい、はい、せーの、もう、セーフ、うん、セーフ、うん、セーフ、酸っぱない、全然え、こっから来んの、これもしかして子供には酸っぱいかな、え、大人やからもう何も思うんですか、大人やと酸っぱさを感じなくなるんですか、全然感じないね、ん、ん、甘酸っぱいけどね、俺かな俺が酸っぱいんかな、ちょっと分からへん、これあかん、これ大人には全然ね聞かないってことが判明しました、このゲーム、うん、じゃあ出します、ダメ、やんちゃぼ行こうか、やんちゃぼ行く欲しがりさんやんちゃぼのことしか考えてねえほんまやらしいな、あら、どんなやんちゃなんかと思ったらえらい小ぶりだよ、ほんまっすね、小ぶりっすね、小ぶりのやんちゃぼやね、うん、食べてみようか、うん、皆さんどうぞ、え、一回ガム出すガム出すか、まあ、ゆうこさんからね、うん、いただいてほしいですね、あ、うーん、やんちゃな音するよポリポリ、あ、うんうん、でも美味しいね、なんやろ、いろんな味する、マヨネーズの味してる、うん、あ、美味しい、やみつきになるな、これポリポリいきたいね、うん、結構素朴っすね、うん、軽いやんちゃってなんだろうなんでやんちゃだろうね、ちょっとやんちゃな感じではないね、ピリッともしてないしね、うん、うん、美味しいわ、美味しい美味しい、うん、美味しいのは間違いないです、うん、はい、いやどれもね、本当に美味しくて楽しいお菓子ばっかりですけれども、うん、はい、そうだな、この中からお菓子チャンピオン決めましょうか、お菓子チャンピオンを決めましょう、はい、うん、丸重さん、はい、では、うん、第1回丸重お菓子チャンピオンは、はい、やんちゃぼやんちゃぼありがとう丸重さんありがとう、これはね、ネーミングも気になるし、ね、美味しいし、うん、ね、いいですね、これ、うん、いや、なんか負けたけど、もう、あの、これは乾杯やなっていうことで潔、もう悔しいとかそういうのじゃなくて、うん、気持ちいい、うそうね、やんちゃ棒に負けたらしゃあないもういいよ、しゃあないよ、ね、うん、ということで本当にありがとうございました、お返しお返しですね、一応これが、はい、楽しかった必死のパッチでした